秋田火力発電所は、秋田県秋田市飯島座、古道下川端217-6にある、東北電力の石油火力発電所。小川半島を望む海岸沿いに位置する、石油火力発電所である。1970年8月に1号機が運転を、開始、東日本大震災後に設置された、緊急設置電源を含めて5号機までが建設された。 秋田県内をはじめ東北地域に電力を供給している。所有する4カ所の地熱発電所の遠方監視業務も行っている。1号機は設備の老朽化や稼働率の低下などにより2003年12月に廃止された。2から4号機も設置から40年前後が経過し、老朽化していることから2019年9月1日に3号機が廃止され、 2019年度の設備稼働率が7.5%に低下した2号機も2020年3月31日に廃止された。残る4号機も2023年3月に廃止予定で将来的に秋田火力発電所そのものを廃止する方向で検討されている。前期廃止後の後地利用法については二酸化炭素排出量の多い石炭火力発電所である のしろ火力発電所の保管として、風力発電所にする案が出されていた。2021年9月24日、東北電力は、風力発電向けの風車のメンテナンス技術を指導する訓練所を構内に設置し、子会社の東北電力リニューアブルエナジーサービスが運営することを発表した。2011年3月11日の東北地方、 太平洋沖地震と津波により、複数の発電施設が被災し、電力供給力が大幅に低下したため、緊急設置電源が新設された。設置初年度である2012年度には2億4900万キロワットアワーを発電したが、2017年度は300万キロワットアワー、2018年度は8月に2日間、稼働しただけで100万キロワットアワーにまで減少した。 このため、東北電力は2018年度の供給計画で、今後の需要の見通しや、建設中の野城火力発電所3号機、上越火力発電所1号機の開発計画などを踏まえ、秋田火力発電所5号機及び東、新潟火力発電所5号機、新潟火力発電所4号機の廃止を発表。秋田5号機は、当初2018年9月に廃止する予定だったが、 受給の厳しい冬場を過ぎるまで延期し、2019年3月15日に廃止された。廃止後、ガスタービーンは東2型4の1号機に転用、再利用される。2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により、3機すべてが自動停止した。4月7日に発生した余震では2号機は停止中で、3、4号機が 自動停止した。ありがとうございます。